おはようございます。朝6時2分になりました。2019年12月31日今年最後の相場解説になります。もうね、相場の方はわずかにしか動いておりませんが、今日は2つの時間軸をお見せしながら1年のね総決算をしたいと思います。また大きな利益を取ることができまして、やっぱりね、年間1000万の利益にはとても及びませんでしたけども、800万を切ることはなかったかなと思います。でもまだまだ FX のこの XM 証券の海外の口座ですから、これはね、雑所得に上がりますんで、800万の利益を上げたと言ってもですね、半分は課税されるんですよね。まあですんで、年収としては FX でまだ400万前後というところなんですよ。いや、まだまだですね。まあ、少なくともこの10倍ぐらいは行きたいんですけども、来年は、まあ、10倍を狙ってもいいんではないかなと思えるぐらい力がつきました。本当にありがたいことでございます。それではですね、私の話はこの辺にしまして、今日の相場解説に移っていこうかと思います。今ね、デイリーを見ていただいてますけども、こういうふうに私はずっと書いてきましたよね。こういうふうに下がって、もうね、耳にタコですよね。ここがきっかけになって、こういうふうに変わっていったよと。で、こういうふうに変わっていったのを細かく見ると、こういうふうに上がっていったんだけども、下がってですね、改めてここで入っていくときに、これはフラッグを書いてるんじゃないかなというふうに何度も何度もお伝えしてきました。昨日もお話しましたし、一昨日までもずっと言ってきましたよね。で、このフラッグ、すいません。こういうふうに見ていくときに、私がずっとこの争点にしていたのはですね、ここがどこの辺まで下がるのかなと。この辺まで下がって終わるのかな、それともズバッと奥まで下がるのかな。下がりきったと思ったところで買いでエントリーするんだけども、もう一つの手法として、根っこまで下がるとしたら、これですらね、往復ビンタのように売りで取っていこうよって話をして終わったと思うんですよ。そしてですね、私は売りに深く入ることが遅れましたんで、深夜だったんでね、昨日のうちにこういうふうに考えました。それに1時間の方を見てみますよ。はい、躊躇したのはここだったんですよね。ということはですね、先ほどの図で示しましたけども、これこれ、こういうふうになっていくときにね、私はここ、この階の波動を取りたいなぁと思って虎視眈々と狙っていたんですよ。ということはどういうことかっていうと、私はずっとフラッグって言ってたじゃないですか。フラッグ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 と、そのフラッグがどうやら正しいなということがここまでで分かってきたんで、ここまで行くだろうと思ってね、言ってますけども、売りも取ろうと思っていたんですよ。というところで、売りで取るチャンスが昨日来たわけですよね。もう一回書きますよ。ここまでは私は取れませんでした。ね。夜中寝ていましたんで、ここで取れませんでした。でもここでですね、もう一回レンジが起きたんですよね。揉み合いが。揉み合いが起きたってことは、ブレイクがあるぞと。ブレイクはどっちの方に行くかっていうと、まあトランプさんのね、件もあったかもしれませんけども、これですよね。これを取りに行って、おかげさんでね、こう赤い線が書いてますよね。108円の772って見えます？赤い線、これ。はい。で、ここで、ヒゲが出てますよね。ここで利確ですよ。はい。いかがですか？ 109 円の140あたりから、108円の770あたりまでね、ここが取れて、まあ、40ピップスほどいただいているということでございます。ね、最後は、私はね、40ピップスゲットで終わりました。ありがとうございました。で、あとはですね、こっから新年の話になりますけども、新年はデイリーの方を見ますよ。もう一回同じ線を引きます。ここまでは気持ちよく私の思った通りになりました。ここまでね。ということは、新年はこうなる公算がかなり高いんではないかなと思いますから、もう予約を仕掛けておこうかなと思います。エントリーをして、買いで入ります。そしてこのフラッグがもう一本の波動を作ってくださることを期待して、もう一本ってのはこれですよ、これね、これを期待して109円の920まで、まあ15ピップスぐらいですかね、これは取っていけるんではないかなと
というふうに思うわけですよね。ああ、15じゃないですね、すいません。全然違いますね。34。まあ、40ピップスまでいかないですけど、30ピップスはまた取れますね、上昇で。まあ、このぐらいは取れるかなと思いますよね。まあ、理想を言えばですね、108円の782から109円の920まで、このあたりまで取りたいんで、理想を言えばですよ、1円の差を取っていくって感じですね。いや、これは無理でしょ、1円っていうのは。1円が取れたらすごいですね。去年も1月3日に私ね、432万、一発で利益上げてますけども、そういうふうなお年玉みたいなのが来年も来るかな。まあ、ちょっと、お年玉というか宝くじ感覚で仕掛けとこうかと思います。109円の、ここ書いておきますね。109円の、どこにしようかな。075でいいか。075で、倍。で、利益確定、テイクプロフィットは、108.782 だ。失礼しました。108円の780あたりで、倍を仕掛けて、テイクプロフィットが、109円の、まあ、切り板もかっこ悪いんですけども、こうしときましょうか。これでいきましょう。ね。ちょっと分かりにくいんで、こうしますよ。揃えますよ。で、テイクプロフィット。これをやります、私は。どうなるかどうか分かりませんけども。新年のお年玉みたいな感覚で、まあ、こんなうまい話じゃないでしょうね。114ピップスを取りに行きます。これ新年来たら暑いですね。まあこれを仕掛けて、まあ年明けを狙いましょうか。年明けはね、やっぱり買いが集中しますんで、こういうふうにもうタイマー仕掛けとかないと入れないですよ。まあ乗るか反るか分かりませんけども、新年のなんかね、1年を占うエントリーをこういうふうに半分期待でやっとこうかと思います。皆さんはしないでくださいね、これね。これ完全にお遊びですからね。皆さんしないでください。まあでも、まあね、どのぐらい行こうかな。ロット3ぐらい行ってもいいかなと思いますけどね。ここに。まあね、わかんないですけども。さあ、以上でございます。じゃあ、本当にね、1年間ありがとうございました。見ていただいて、皆さんにどのぐらいね、FX の面白さとか難しさ伝えていけたかわかりませんけども、まあ多くの方が参考になったということで、昨日もね、メッセージいただきまして、負けるエントリーをしなくなりましたとか、それから、だいぶ勝てるようになりましたとかね、いろんなお話いただきます。私の特徴としているのは、私が、まあ、順調に利益を上げてますけども、エントリーのタイミングってこのぐらいしかないってことなんですよ。1週間に、未だに2回か3回ぐらいしか、私はエントリーして利益確定とかしてないんですよ。損切りするときは早いですけどね。だから毎日のようにポジション取ってて負けるってことは、それね、ポジションを取る目がないんで、少なくともいきなり勝てないまでにしても、ポジションを取るタイミングをちょっとね、少なくした方がいいと思います。で、少なくして、月に1回ぐらいエントリーする。その代わり、その月に1回は、もう本当にね、ここだっていうときだけ行ってください。で、数行くとどうしても意識が薄れちゃいますので、1回に全てをかけるみたいなところから始めていって、1年かけてその1回が勝率6割になるようにやってみてください。1年かけてですよ。焦らないでいいですよ。焦っていっぱいやってもお金なくなるだけでしょ。ね。いっぱいやってお金が増えるんだったら悩んでないと思うんですよ。いっぱいやってお金が減るから、私のね、相場解説とか見に来てると思いますんで。まあそういう風にやってみてください。本当にね、私も3年がかりでここまで来ましたけども、最初の1年は1回も勝ったことがなかったです。その最初の1年を過ごされている方っていうのは、1回も勝てなくて当たり前だと。それは先行投資なんだと思ってください。だからロットを避けて10円ベットでいいんですよ。10円ベットで行ったら1万円とかなくならないでしょ。1000回取引できるわけですから。そのぐらいでちょうどいいと思います。まあこれはね、私が FX の相場解説を始めた頃からずっと言ってますけども、まずはエントリーを減らすことから始めてください。それがね、2019年の私の一貫した皆さんへのメッセージになります。それではありがとうございました。新年またお会いしましょう。良いお年を。